はい、どうもさんこんにちは、オシティビオチャです。ブラックです。では今回はウィニングルームアプリ戦にやっていこうと思うんですが、今回はですね、今週の超優秀監督やっていきたいと思います。今週もね、ちょろっと変わってる、まあ、監督リストねあったんで、まあ、その中でオモチャ TV が気になった、はい、監督っていうのをね、紹介していければなということで、今回は8名いますね。 J リーグとか、はい、あとユーロ関係だね。あとブラジルリーグだね。うん、そこら辺の監督が結構変わっていく、はい、だこの前浦和の監督とかね、紹介したんですけど、またちょっと変わっちゃって、変わっちゃったなっちゃったみたいなとこあるんですけど、今回も結構面白い監督はいるんで、はい、ということでまず第1人目見ていきましょう。ということで、フランク・デブール監督ということで、コストがまあ高い790の監督と、オランダの監督ですね。はい、で5バックで中盤の距離感がねめちゃめちゃ近くて、これおそらく多分 3OM を受ける、そうなんですよ、あの5バック監督だと思いますね。これがね結構何が面白いかっていうと、あの今まで 3OM を受ける5バックの監督っているにはいるんですけど、はい、真横が多かったんだよね。そうだよね。なんだけどこの5バックの監督はちょっと前に OMF が1枚だけ出てるのよ、うん、だからより1枚だけ OMF は要は2トップに近いんですよね。なるほど。この形で の5バック の褒めっていないんですよ。なるほど。だからもう珍しさで言ったらめちゃめちゃ珍しい形になってて、うん、結構火力ありそうな、そうだ、ね、あの5バックの形があるんで、まあ、コスト裏数値的にはね、ちょっとコンパクトネスがちょっともうちょっと欲しいなってのあるんですけど、ディフェンシブいけそうだけどね。そう、ディフェンシブにすれば結構いけるんじゃないかなということで、コストもねさっき言ったとおりあるし、はい、結構ちょっと使ってみたい、今の関係にやすいね、監督ですね。はい、ということで2人目は、こちらの監督ということで、ホアキン・カパロス監督ですね。でこの監督も高コストですよね。 2OMF の監督で、まあ、普通に数値も戦術も優秀で、ただまあ守備タイプがねリトリートセーフティーになるんで、ね、まあ、ちょっと嫌う人はいるかもしれないんですけど、ただこの監督の場合はサポート距離がねかなり離れてて、離れてね、なおかつコンパクトリズム広いんで、うん、かなりね要は縮み開き、はい、まあ、コンパクトにギュッとして、で攻撃するときは開くみたいな感じがね取れるんじゃないかなっていうのと、あとねこの監督って 2OMF にしては位置がおかしいんですよ。 OMF の位置って本来 2OMF だともっと前なんですよ。そうだね、ちょっと低い、ね、これもね結構初期位置が珍しい監督、確かにちょっと低いな。そうなんですよ。なでなんか普通のこれね、俺ね最初ね左ミッドフィルダー右ミッドフィルダーなのかなと思った、はいはいはい、そしたら開いてみたら OMF と、なるほどね、いうことで、ここら辺のね初期位置の面白さが非常にある監督なんで、はい、これもちょっと見かけたらコスト高いんで、ね、ちょっと使ってみようかなというふうに思っております。3人目フランコ・ホーダ監督ですね。まあ、この監督は750ある監督なんですけど、まあ、数値先日本当に優秀で、5バックのカウンターショートパスということで、まあ、中央ではないけど5バックってやっぱり結構ポゼッションとかカウンターロングとかが多いんだけど、まあ、カウンターショートパスってことはあって、特にやっぱりディフェンス数値かな、守備タイプはなかなか優秀なんじゃないかなと思いますね、うん、この監督は5バックでねフォアチェッカーグレでハイコンパクトです、ハイライン、はい、っていう感じなんで、まあ、結構リンフットと似たような、そうだね、まあ、リンフットの形とはちょっと違うんですけど、はい、似たような形の5バックの守備ができるんじゃないかなというところで、うん、まあ、結構普通に無難に強いかなというふうな監督なんでね、5バック使ってみたい人とかは結構この監督入ってもいいんじゃないかなって感じです。4人目はブリジット・アルカということで、久々の 1C プラス 1ST 型監督ということで、うん、この監督も見れば分かるんですけど、サポート距離がやっぱり鬼近いよね。そう、だからまあ珍しくてこの縦の2トップの関係の監督で、まあ、サポート距離がめちゃめちゃ短い監督ってそんなにいない、はい、まあ、なかなかいないよな。元々縦のツートップ自体がそこまで数が多い、はい、褒めじゃないんで、まあ、そういった意味では結構ねなんか面白そうな感じ。そうだね、まあ、この監督もコンパクトですがもうちょっとあれば最高なんだけど、はい、ただまあ2ボランチとかも引けてるんで、そうだね、もう普通にねそこそこやれるし、縦のツートップの関係でなんか近ければ近いほど結構うざいんじゃないかなと、そうだ、ね、ワンツーね、うん、されてうざいんじゃないかなと思うんで、まあ、そこら辺はね結構期待。あんまりでもオンラインで見ないんですよね、このタイプ、うん、なんかやっぱり結局今作は5バックと4312とさ、そうだね、まあ、あとはギジサンシーフが流行ってるんで、このタイプがあんまりやっぱり強いんだけどね、使われてないっていうのが今なんで、結構はめ殺しできるような監督ですね。はい、そして5人目はホドリゴ・マラファイアということで、マラファイアはねまあ、何度かねこの形で4231で復活してるんですけど、まあ、マラファイアでいうと本当に守備戦術ですね、これが結構理想的で、フォアチェック中アグレで、これもハイラインハイコンパクトなんですけど、 2DMF でね、で前に3枚 OMF を受けるみたいな感じなんで、かなり中盤がね密集してるし、うん、でそれに合わせてラインも高いんで、かなりその中のね中盤で
ボール奪うことができる。あとね、やっぱりサンドしやすいかな。相手のその選手がトップに入った時に、ね、DMF とあのセンターバックライン高いんで結構距離がいい感じになってるんで、ね、守備めちゃめちゃ強い。だちょっと攻撃はね多分難しい感じがするかな。そう、攻撃はちょっとうまいことやらないといけないんですけど、はい、攻撃が得意だよっていう人だったらこの監督使うと結構勝率上がるんじゃないかなっていう。ガチガチで多分硬いね。うん、PSO とかだとね初期に結構流行ってた。そう、今監督っすね。監督者いんのかな、やっぱり結構強いと思いますよ、うん。まあ、ただ680なんでっていうところがありますけどね、うん、まあそこはある。はい、そして6人目アナスタシオ・ゼルビーニ監督ということで、まあ、4-3-1 ですね、まあ、この監督特殊でやっぱりラインが低いと、数値戦術もね優秀でカウンターロングパスサイド褒め重視でサポート距離が離れてるみたいな感じなんですけど、裏ケアが苦手な人はラインが低い監督使うのはありなんじゃないかなと。今週の結構 4-3-1 の中では相当注目してあのいいんじゃないかなということで、はい、サポート距離が遠くてコンパクトです広い、うん、なおかつラインが低い監督って今まで多分いないと思うんですよね、はい、そこまで。ハマったらマジで強いのかもなっていう 4-3-1-2 で、うん、そうだね。そうだからラインが1でコンパクトで10ってなかなかない数値でもあるんで、そこら辺はねちょっと期待したいかなっていうところで、はい、結構既存とかだとこういう風な感じで あのちょっと数値したりとかする人もいるかもしれないなっていうぐらいなんで、ね、PSO の方とかね、うん、まあ、コストはちょっとねあるんですけど、はい、まあ、そこをちょっと今回ちょっと使ってみたい 4-3-1-2 かなって感じです ね。はい、そして7人目フェルディナント・シャー監督ということ、この監督は全く同じだね 4-3-1 の監督なんですけど、まあ、こっちが結構バランスがいいかな、数値戦術が。あのフェルナンド・サントスのね、そうの前作 あのフェルナンド・サントスとかよくありそうなの、そうそうそう、フォアチェックアグレかつハイラインハイコンパクトですよ、サポート距離も遠い、そう、まあこういう感じのが結構 4-3-1-2 でね、まあ、オーソドックスだよね、優秀なあの監督としてあるんで、うん、オーソドックスは 4-3-1-2 でこっちです。前のやつはラインが低い、ちょっとあれはね極端なんだけど、そうだからそれの面白さも、はい、まあ、こうあるんで、まあ、この監督はね普通のオーソドックスのタイプの 4-3-1-2 で、ね、超優秀なんで、まあ、欲しいなと思う人はいいんじゃないかなっていう、うん、またコストがね、コストが600円なんすよね。だからまあアイテム持ってる人はで 4-3-1-2 使ってる人はこっちっていうのはありかもしれない。はい、ということでラストはですねベント・マネ監督ということで、まあ、ベント・マネもいろんなタイプのねあの褒めてきますけど、うん、今回この形ということで、この形のベント・マネって結構また楽しみだなと思うし、まあ、特徴で言うとサポート距離とコンパクトネスがマックスの監督になった。結構今回紹介するやつはねあの監督の中でサポート距離とコンパクトネスがマックスの監督が多いんですよ、はい。でまあ、このベントマネもそのうちの一人で、うん、まあ、言うなればワントップなんですよ ね。 でそうだね、今までオーディティビーが監督紹介した中でなかなかワントップの監督って紹介しないんですけど、はい、ちょっと可能性あるんじゃないかなっていう感じで、うん、でまあこの褒めって前は結構見かけたんだけど今はそんなに数も多くなくて、まあ、あのウィングの形だったら3トップみたいな形になるんですけど、まあ、ワントップなんですよ ね。 そうだね。で結構中盤がねこの形実は厚いみたいな感じ の、 あの褒めなんで、結構相手にしたら嫌なんじゃないかなと。こんな感じでね今回8名ほど8名、まあ、まあまあ多いんでどれか来たら ね、まあ、そうだね、ちょっとゲットしてみて試しに使ってみようかなみたいなのがありなのかなというふうに思います、はい。この動画が良ければぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。とシャーさっぽー。